エンテロバクチンとは、シデロホアの一種である、有機化合物である。主にエシャーケアコライアサルモネラタイフィムウリアムといったグラム陰性細菌から酸性、分泌されることが見出される。エンテロバクチンは、シデロホアの中でも特に第三鉄鋭の化学親和性が強力であることが知られている。このカエル定数の値は、 エドタノといった他の大多数の金属キレート剤のものより大きい。このシデロフォアを用いる病原菌は、たとえ低濃度であっても、宿主細胞や環境中から生育に必須な鉄を獲得することができる。エンテロバクチンの鉄との錯体は、フィントと表記する。エンテロバクチンの生合成経路性合成経路として、まず、方向属アミノ酸の旋具体である。 コリスミ酸は一群の酵素によってに、三次ヒドロキシアンソク酵酸に変換される。この時、インド、エンテ、エンフ、およびインブによって、DHB のアミド元でのエルセリンへの加強は触媒される。三つの DHB セリンはそれぞれ分子内環化され、エンテロバクチンとなる。セリンのキラリティにより、エンテロバクチンには相当数の立体異性体が生まれるが、 発生があるのはデルタシ水性体のみである。エンテロバクチンは細胞中の鉄濃度が飢餓状態にまで下がった時に細胞外の環境中へと分泌される。そして環境中で鉄と肺結合しフィントは細胞内へと戻り鉄を供給する。エシャーキア古来においては外膜上の予想体フェッパがフィントを取り込む入り口となる。 外膜からペリプラズムに渡ったフィントは内膜上の ABC 輸送体のフェップ部、C、D および G を通して細胞室へと輸送される。エンテロバクチンと鉄との結合は非常に強固であるためフィントから鉄を取り出すためには鉄、エンテロバクチンエステラーゼによってフィントが切断される必要がある。 分解産物は3個の2、3次ヒドルキシベンゾイルエルセリンである。この切断に伴って、鉄の還元が起こる。f e 3 f e ネエンテロバクチン複合体の還元デニーは、pH に依存する。pH6 でマイナス0.57ボルト、pH7.4 でマイナス0.79ボルト、pH10.4 以上でマイナス0.99ボルトである。エンテロバクチンは、 ギブソンとニーロンズのグループによって1972発見された。最初の研究内容は構造決定とに3次ヒドロキシ安息交酸との関係であった。ありがとうございます。